この単語知ってんのか、理系単語抜き打ちテスト。皆さんこんにちは、キャスターズ TV の浜地です。皆さんこんにちは、キャスターズ TV の小林です。本日はですね、小林さんにですね、はい、理系の単語の抜き打ちテストということで、はい、いろんなね、理系大学生ならではの、日常で使われてる単語ってあるんですよ、はい、やっぱり文系の方も知らないっていう単語多いと思うので、はい、今日は小林さんにですね、その単語をぶつけてみて意味を、ね、はい、知ってるのかどうかについて聞いてみたいと思います。僕結構理系 YouTuber の方の動画とかいっぱい見てるんで、はい、あ、なるほど、結構知ってんじゃねえかとか思ってんだけど、ちょっと甘いですか、考え方が。知ってるような、聞いたことある単語でも実は全然違う意味で使ってたりするんで、今日はちょっとそこら辺もね、楽しんでいただければ、はい、思います、はい、というわけでじゃあ最初早速いってみましょうか、はい、最初ですね、じゃあ再現性。再現性、はい、おお、だからその一回やったことがもう一回こうね、できるように、なるほどなるほど、再現できるようにするってことじゃないですか。まあそういう意味も、まあ半分正解です、はあ、そういう意味もあるんですよ、はい。でもう一個の意味で全然違う風に使われていることがあって、はい、触れてはいけない聖域的な意味があるんですよ。どういうこと？っていうのは、再現性って結構言われるんですよ、教授にね。あ、で実験とかでね。そうそうそう、言われるんですけど、はいはいはい、実は結構再現性って、取れないことが多いんですね。うーん、取れないことがあります。たまたま1個いいのができちゃったりします、うんうん、おぼかたさん的な。そう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 ちょっとあんまり言っちゃいけないか。そうそうそう、はい、そういう意味でちょっとこれなんか触れちゃいけないグレーゾーンみたいな感じで意味で使われるっていうことがあります。なるほど、はいはい、まだ半分正解ですね。 OK でした、うん、次行きましょうか。次はじゃあガチ勢。ガチ勢、やっぱそれはあれじゃないですか、はい、何かに対して本気で取り組んでたりとか、うん、むちゃくちゃハマったりとかしてる人たちのことですよね。そうですね、はい、でこれ理系っていうのがちょっと肝なんですけど、理系の中でガチ勢って言われるのが何かっていうと、なんか数学科とか物理とか。ああ、そうですね、そういうのもあるし、そういう、あ、そういうのもあります、うん、であるし、僕らの結構その工学、うん、電気の中で言われるガチ勢は、とりあえず技術が本気で好きなやつなんですよ。ああ、そういうこと、ね、で特に指すのが、うん、ハンダ付けがガチで上手いやつを指すんですっていう、ハンダ付けガチ勢みたいな、ね、はい、ハンダ付けガチ勢、なるほどね、面白いじゃん。結構言うんですよ。でハンダ付けって結構、うん、電気管の中でも結構実験とかでやることあるんですけど、うん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 、あんまこう上手くないんですよね。で、うん、上手い人ってなんで上手いかっていうと、うん、家で持ってたりするんですよ。なるほど、そうそうそう、だからお前マジガチ勢だなみたいなそういう感じで使われることがありますね、はい。じゃあ次の質問で、はい、じゃあ敷地ってわかります？はい、敷地はそのなんかこう、はい、取る値の範囲ですよ、値の幅というか、はいはい、はい、そうですね。でまあ僕らのこういう、電気の中とかだと、はい、デバイス、あるデバイスのこう立ち上がる時の、その電圧の、はいはいはい、ここで立ち上がるみたいな、その時に使われる敷地って使われるんですけども、別のまた使い方をする時があって、なんかそういう境界面みたいな意味があるんですよね、うん、ここの境に上がるみたいな、はい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 、よく日常会話で使われるのはすごい、例えばちょっとなんか通り過ぎた時に、うん、あの人かっこいいよねみたいな、うんうん、っていうのに、えみたいな、敷地低くないっていうふうに使われ る, なるほど、そういう使い方される時があります。なるほどね、はい。文系で漢字読めないやつは生き地って読みますからね。あ、なんですかそれ、初めて聞きました。敷地って生き、はい、っぽいんですよ、漢字が。だから結構漢字読めない人は生き地って読んでる人があんまり多分これあるあるですよ。マジですか。うん、あるある、それ初めて聞きましたね、はい。敷地確かにひらがなで書いたりしますね。敷をね、書けなくて。なるほど、そういう使い方もあるということですね、はい。じゃ次のあれなんですけども、じゃあコアタイム。コアタイムちょいちょい出てますよね。だから研究室にいなきゃいけない時間でしょ、はい、あ、これはじゃあ簡単でしたね、はい、就業時間という感じで、まあ、長ければ長いほどきついという感じですね、はいはい。じゃあ次の質問いきたいと思います。次の単語が、はい、じゃあ深夜勢。深夜勢、はい、つまりだから研究室とか実験でずっと深夜にこうそうですね、行ったりとか、はい、深夜にいたりとか行ったりする人じゃないですか。そうそう、まあ、小林さんちょっとやっぱり、うん、僕らと話してるんで詳しいですね。そうですよ、はい、悔しいですよ意外に、はい。でもね、僕の先輩にも深夜勢がいて、はいはい、僕のねサークルの先輩は東大でお魚さんの研究をしてまして、はいはい、しかもなんでか分かんないんだけど夜行性の魚を選んだせいで、その見に行って観察で記録取るんだけど、はい、毎日夜の9時ぐらいに大学に行って、はい、次の日の朝6時に帰るっていう生活を完全な深夜勢。そう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 、だからそのなんかコアタイムとかじゃなくて夜じゃないと研究できないっていう。そういうことなんですね。そうそうそう、深夜の魚だから。そうそうそう、結構その生物系多いですよね。僕の知り合いにでもやっぱ卵を使うから、うん、もうひたすら卵を産むのをひたすらじーっと待って見てるみたいなそれで深夜まで行っちゃうみたいな人もいるらしくて、それもね仕方ないよね。そうなんですよ、うん、そういうの。じゃあちょっとそれに関連するなんですけど、はい、まあこれは簡単かな、はい、ラボ地区ってわかります？ラボ地区、はい、あ、わかんないわそれは。ラボ地区、あ、わかんないですか。でもなんとなくラボは何ですか？ラボは研究室、ラボ。じゃあ地区っていうのは、地区ってのは漢字？カタカナ？そうですね。地区でどういう字書くんですか？畜産の地区ですね。ラボ地区、わかんない。あ、ラボにいる動物？
え、あ、でも確かにそういう発想になるんですね。本当の正解は、はい、あの社畜ってあるじゃないですか。あ、そこから来てるんですよ。そういうことか、はい、社畜ね、の研究室の社畜なんで、要はもうひたすら研究室にいる人を、まあまあまあ、褒めたたえるか蔑む言葉なんですけど、ちょっとね、例えばもうそのさっきの先輩の話も多分ラボ地区って言われてるんですよ。なるほど、はい、ラボ地区か、はい、確かにな。やっぱりこう、うんうん、ブラック研究室とかになると結構ラボ地区になりがちなん で、ね、結構その、まあ、B さんの人たちとかは、はいはい、結構このラボ地区って言葉を聞き出して、はい、あんまこれにならないようにちょっと回避しようと頑張るみたい な、 なるほど、ね、そういう時によく聞く単語ですね。はい、はい、じゃあ次の単語、ちょっとこれ難しいかもしれません。はい、モノタロウ。モノタロウは実験器具とか、はい、その消耗品とかを買うなんかあれじゃないですか、ネットの通販じゃないですか。おお、分かっちゃいました。それね、僕関係なくて、はい、僕いろんな会社のバックオフィスの支援をするんで、はい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 、製造業系の会社だと、はい、よくあるのはアマゾンみたいなものとかあるんで、うん、フォレストウェイとか、あとなんか有名な、ちょっとド忘れしちゃいましたけど、そういうのがあって、そういうのの一部でモノタロウ使ってる会社結構あるんですよ。へー、だから知ってました。あ、そうなんですね、はい、結構理系だとやっぱモノタロウで注文したりするんですよ、はい、実験機械とか、はい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 、あとなんかその手袋とか、はいはいはい、はい、なんで、まあ、何でも手に入る、なんかアマ、うん、理系のアマゾンみたいな、はいはいはい、で使われてるんで、結構その理系の人はモノタロウというと分かるって感じですね。はい、はい、じゃあ次の、結構小林さん分かりますね。じゃあ次の行ってみたいと思います。はい、じゃあ次は、じゃあクリーンルームって分かりますか。だからその殺菌とかするための部屋でしょ。ああ、まあなんか響きで。そうそうそう。そうですね。だからもうちょっと詳しく、はい、詳しく詳しく。だからそのなんか、はい、あのゴミとか音、あのさ、なんか病原菌を持ち込んではいけない部屋。うん、だからそのなんかこういろいろこう服とか着て行かないといけない部屋。はい、そうです。はい、まあ正解です。はい、はい、実際もうクリーンルームを使うか使わないかって研究にもよるんですよ。そうですね。でやっぱりその本当綺麗にしなきゃいけないやつ、うんうん、あとなんか化学系の人たち多いんですけど、うんうん、やっぱこう着込んで、あの給食のおばちゃんみたいなスタイルですよ、着込んで髪もこう落ちないように全部着込んで、うんうん、で入るんですけど、うん、まあ、その入る時も全部シャワー、あの水の空気のシャワーを浴びて入ってって、うんうん、でまあその中も常にあの換気をしてるので、はいはい、まあ、あの埃とかゴミとかないようにしてあるという感じですね。うん、で結構その着なきゃいけないんで、うん、やっぱりこう不人気なんですよ、クリーンルーム使うところ研究って。なるほどね。なんで結構その紙とかもせっかくセットしていったのにかぶっちゃうからダメみたいな、うん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 、そういう感じで結構そのクリーンルームあるかないかっていうのはまあ一つの判断材料、まあ、そこまで大きなことじゃないけど結構気にするとこなのかなっていう感じですね。うん、ですね。はい、じゃあ次の単語いってみたいと思います。はい、次の単語がじゃあシンクタンクです。シンクタンク、はい、僕ねコンサル業界にいた僕にシンクタンクとかって言われると、はい、なんか野村総研とかなんかそういう三菱総研とかなんかそういうところを思い出しちゃうんですけど、はい、多分違うんですよね。そうですね、うん、まあ、これ理系単語っていうか微妙なんですけど、まあ、僕らの中で言われてるのが、まあ、理系の中で言われてるのがその、まあ、テストとか、まあ、単位の、 その取得方法とか、うん、あと過去問過去レポを、うん、めっちゃ持ってるやつみたいな、そうデータベース的なやつ、ね、そうそうそう、そういう人を言うし、ね、あともっと違うことで言うと、うん、あのまあ結構なんか理系の中でやったらパソコン得意なやつとかいるんですよ。すごい知ってるみたいな、まあまあまあ、直す方がうまいみたいな、そう、そういうやつをまあ言ったりしますね。なんかシンクタンクってもうあだ名みたいなもんか。あ、そう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 、ね、結構その本当に理系の情報いっぱい知ってる人みたいな、なそういうことをシンクタンクって言うんですね。はい、じゃあちょっとまあ少しなんか面白めな話ばっかりしてたんで、はい、じゃあちょっと役立つ系で、はいはいはい、あのまあ、分かるかな普通に、まあ、フルタンって分かりますよね。まあ、フルタンは全部の単位取れることですよね。はいはい、そうですね。はい、じゃあ次の単語なんですけども、じゃあ次は新規性ですね。新規性、はい、でも新しいことでしょ。まあ、そうなんですけど分かんないよそれ以上まあ理系の間で言うと、うん、あのまあ教授が学生を詰めるときによく使う言葉っていう感じ。新規性、はい、あ、つまりその新しさがない、うん、そうそうそうみたいな、面白みがないみたいなこと。そうです、そうです。これの研究は新規性がないんだよ、そうそうそうみたいな、的なね、みたいな詰めるときに使う言葉で、ね、もうなんかやたらあの、まあ、研究室入ったら言われることなんですけど、うん、で新規性はみたいな、新規性がないとこれダメだよね。じゃあとりあえず理系と出会ったら新規性と再現性でいじめればいいってことね。じゃあそう、そう分かった。とりあえずそれを言われるとブルブル震えます、ね。なるほど。じゃあ今度からあの YouTube の企画もみんなに新規性って言いまくろう。やばい、ね。新規性って言われたらちょっと落ち込んじゃう人がいるんで。なるほどね。多分これはね、はい、かなりあの理系の人たちに共感してもらえる単語かなと思います。わかりました。まあ、そんなわけでいろいろね単語のクイズを出していただいたんですけど、はい、やっぱりこう文系から言わせるとそのやっぱり追い目。数学をやってないとかね、はい、物理をやってないからわからないっていうのはやっぱ一番の負い目なわけですよ。あ、だからなんちゃらなんちゃらなんか積分とかやれてもわかんないわけですよ、
ね、はいはいはい、なんかそういう単語で文系をいじめるためになんかいい用語ないですか。うん、じゃあ、まあ、1個僕は電気科なんで、はい、マックスウェル方程式っていうのはほう、まあ、知ってたら言えたらかっこいいかなと思います。なるほどね、マックスウェル方程式ね、はい、これね、うちのインターンみんな知ってんの、マックスウェル方程式。いや知ってると思うけど、うん、理解してるかって言われると多分、なるほどね、誰も微妙な感じね、うん、と思うんです。なるほどね、喋んなくていい、喋んなくていい。そうで、まあ、うん、電池機の範囲で出てくるやつで、うん、なんか電池機の範囲の集大成みたいな 4つの式あるんですよ、ね、うん、まあぶっちゃけめちゃめちゃむずくて、説明しろって言われたら、はいはいはい、多分10分じゃ無理で、はい、多分相当な時間をかけて説明しなきゃいけないんですけども、そういう方程式があると、はい、でもなんかマックスウェル方程式はちょっとなんかもうちょっとさ、なんかこうマウント取れるやつないの、なんかもっと取れるやつか、なんたら積分ぐらいでさ、なるほど、フーリエ解析とか、フーリエ解析、あ、でもなんか聞いたことあるけど分かん、だからやっぱり文系にマウントを取るんだったら、うん、文系でも聞いたことぐらいはあるけどできないやつ、だからほら、なんちゃら積分って言われると、積分自体は文系も聞いたことあるじゃん、はい、だけど絶対できないから、できないから、まあ、二重積分とかさ、え、知ってる、インテグラ2個、ん、 S みたいな2個なんだよみたいな、はいはいはい、もう30とかも出てきますもんね、そう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 、やってくるとみたいなことを、まあ、言ってみるのもいいかなと思います。まあ別に文系をいじめて何が楽しいんだってのはありますけどね。はい、はい、まあ、というわけで、まあ今日はね、浜地君にいろいろと、はい、理系用語の話をしていただきました、はい、まあ理系の方はね、まあ、理系ならではの用語があるし、まあ、例えば僕もね、以前コンサル業界にいてコンサル用語とかもあるんで、まあ、たまにはね、ちょっとこういう、まあ、面白い感じで動画撮れたらなと思います、うん、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。